事態の根幹にあるのは、お金がない、ことなのだが。要するに盗作的なことをする、その人々の理由は、利益を得たいから、だ。だが不思議。名のは利益が必要なら、売れた利益が出た、ことは歓迎すべきことであり、そこに特定の方法論があるのなら、むしろ推奨すべきではあるまいか？金を貸すことで、制御下に置いてる人々の意向。借金で縛りつつ、利益を出せ、と要求し、問題が発覚したら、責任をすべて被せて。理想を。追求するとき、独裁制を捨てろ。それは理想じゃない。まず筆頭、だ。ハリウッドシステム、それは、独裁創作でなんとか利益を出そう。そういう末に発生した方法論で、すごい遠回しな恐喝でしかない。しかし、画用転生を変えて逆にお金になる。完璧に仕上げたら天に登ってしまって手元には何も残らない？神様。